FR ソックス、吉田正尚、4試合ぶり16度目のマルチ安打、打率3割復帰。レッドソックスの吉田正尚外野手、29、が21日、日本時間22日、敵地でのパドレス戦に2番、DH、で先発出場。4試合ぶり16度目のマルチ安打を記録した。冷静に打つべき球を見極めた。初回1死、パドレス先発、若にファウル2球で簡単に追い込まれたが、そこから本領発揮だ。際どいボール球を3球見極め、フルカウントからファウル2球。最後は内角直球が外れ、四球で出塁した。得点には結びつかなかったが、相手には地球を投げさせるなど、フォア、ザ、チームに徹した。本塁打は5月4日、同日か、のブルージェイズ戦から出ていないが、コンスタントに安打を重ねている。4打席目レフト前ポテン、なんとかバットを合わせたら良いとこに落ちたって感じ。まあこれで 2-3 久々マルチヒット。まさかまたかのまさたかマルチ、新、ウルトラマサ3割復帰。シンカーの軌道に合わせられずに下振ってた感じだが、ヒットになってよかったな。変化球はカットしてファールで粘ってフォーシームを投げさせることができるかどうか。ここまで吉田と鈴木誠也だとどっちがすごい？そんなに変わらない？さすがアジャスト吉田。3出塁、結果しか出さない男。